にちは、ボスイレイコです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。さて皆さん、ボスイね、初、ショート動画をアップしてみました。見ていただけましたかね。で、ありがとうございます。で、まあ、ボスイのことを知ってもらいたいなと思って、ショート動画をどんどん撮っていこうかなと思っているのはいるんですけど、で、ちょっとカットクリースご紹介したので、まあ、前編っていうかね、メイクをちょっと見せてくださいっていうことだったので、今日はしっかりそちらをご紹介していこうかなと思います。てな感じで、早速、ボスイといえばカットクリースというか、まあそんな感じで変身メイクですね。ハーフが外国人風ハーフあるあるみたいな感じのメイクを早速していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、突然こんな顔でびっくりなんだけど、もうね、下地まで全部塗りました。で、最近ボスイクマがちょっと目立ってきたので、もうほんと前に紹介したこのエレーガールのプロコンシーラーのオレンジ使ってます。で、口紅とかでも代用できるって前言ったことあるんだけど、結構油分が強いのでよれてしまう確率もあるので、ちょっとこういった赤いコンシーラーをつけて、でボスイ最近日焼けしたので、ちょっと首元とか真っ黒でちょっと汚らしく見えるんだけど、これ別に影ははははとか言って笑っちゃった。赤いオレンジ系のコンシーラーつけて叩いていきます。はい、でファンデーションつけました。で、次に、コンシーラーです。で、ショート動画でもこんな顔の部分があったんだけど、なんでこれをするんですかって言われたんだけど、ハイライトです。凹凸を顔につけたいので、こういうコンシーラーをつけてます。で、目元もファンデーションつけてしまってもいいんだけど、ボスイはここ真っ黒にしちゃうと、そのデコボコが欲しいので、凹凸が欲しいので、目はあえてコンシーラーしかつけてません。うん。で、これはってやっぱり年齢とともにみんな重力で下がってきちゃうので、リフトアップのつもりで気持ちだけでもね、するためにここを上げることによって口元口角のところが上がるので、これ一手間なんだけど、やることによって全然仕上がりが違うようになります。なのでよかったら試してみてください。パウダーつけて眉毛まで描いていきます。はい、次に眉毛描いていきます。眉毛の質問が多かったので、ご紹介していきます。何で、眉毛描いてるんですかということだったんだけど、資生堂のインウィっていうペンシルになります。こういった細いものになります。でもこれ残念ながらもう販売していないと思います。で、この中身の芯だけオンラインでボスイは買うことができているので、まあ気になった方はちょっと資生堂さんにお問い合わせしていただければなと思います。あとは眉マスカラ、マックですのものを使って描いていきます。眉頭はあっても眉尻がほとんどないので、ここを最初に埋めて形付けしていきます。なんかね、その日によって変わるんだけど、基本ボス上がり眉の下げていきます。こんな感じで、このマスカラで結構色もつくので、毛を立たせてちょっとハリウッドブロー的な眉毛にしたいので、こんな感じです。はい、眉毛こんな感じで描き終わりました。で、コンシーラー塗ったんだけど、いつものようにマックのペイントポットをつけてます。下地ね、これをするとよれないのでおすすめです、皆さん。で、マックのこの2色、今日はね2色、いつもインターラプテッドだけなんだけど、今日は、この、ナチュラルなんだっけな、ウェルダネスという色を、ちょっとね赤みの少ない色を使ってこれを混ぜていきます。224のブラシで。クリースの部分をちょっとこの目頭の方は跳ねる感じで入れてあげてください。で、この、鼻筋と、眉頭の下もしっかり。次の工程いきます。
はい、次にダークブラウンです。メイクアップフォーエバーの98番かな。ダークブラウンを、これは221の MAC のブラシで、今さっき、インタラプテッドつけたこの、クリスの部分の重ねていきます。この目尻からクリスの部分にかけて、これも囲む感じで、反対も、でこのダークブラウンでボス、今日はちょっと下もふんわり描いちゃうもん。次の工程いきます。はい、次コンシーラーを使っていきたいと思います。ナチュラルカットクリースをしたい人はここで、あえてコンシーラー使わなくてもこのそのままここにアイシャドウを重ねていってしまうとナチュラルなものになると思います。でも今日ははっきりしたので、手持ちのコンシーラー何でもいいです。薄めの白っぽいコンシーラーをこうやってブラシに取ってもらってここに描いていきます。ちょっとねこれはね真剣なのでボスにもちょっといきますよ皆さん。自分のこのどれだけコンシーラーの幅を広くするかを自分で決めて、でカットクリースって前も話したことあると思うんだけど、一人でもできますかっていう質問があるんだけど、これはできます。このカットクリース、このメイクは基本どんなまぶたでもできます。コツさえ掴んでしまうと問題なくできるので、挑戦してみてください。一重でも奥二重でも二重でもパッチリお目目でも大丈夫なので、こんな感じでボス決まったので反対もやっていきます。はい、コンシーラー塗った上に、今日はボス何色にしようかなと思って、今日はキラキラの白なんだけど、ラメとかパールが入ってるものです。MAC の、エンジェリックっていう色になります。これをつけていきたいと思います。なんか、なんだっけ、紫に続き、キラキラ。どうよ？見えるかな？かなり白です。見えないかな？わかる？違い。次アイライン引いていきます。はい、下は、ダイソーのジェルライナーを使っています。で結構これすごい描きやすくてボスすごい愛用してるんだけど、いつもさこのさインサイドラインをなんだっけこれヒロインメイクのもので、あら出てこない描いてたんだけど、このダイソーのジェルライナーで描くとすごいはっきり見えるのよ。すごいねおすすめ、描きやすいしにじみにくいし。で上のアイライナーはフィラさんのものを使っています。すごいね細くて描きやすいです。これをがっつり長めに描いていきます。埋める感じ、眉毛と、あ、眉毛じゃないよ、まつ毛と、ここをしっかり。これ埋めないと、なんか、まぬけみたいな目元になっちゃうので、しっかり黒くの塗っていきましょうね。はい、下のアイライナー、ジェルライナーで描いたので、さっき、クリースのところにつけたナチュラル、ダラス、あ、違う、あ、描いておきます。これで、下を、にじまないように上から
アイシャドウをつけてあげることによってにじみを防ぐので、でもう一回、さっきのダークブラウンをで、まつげつけて完成していきます。完成しました。イエーイ、ドアップ、目元こんな風になりました。いいですね、やっぱりカットクリス一番好きかな。うん、なんかまあ派手に見えちゃうかもしれないんだけど、濃いねメイクに見えちゃうかもしれないけど、なんかいいね、やっぱりすごい落ち着きます、ゴッシー。うん、で、まあ毎回言ってるかもしれないんだけど、この白い部分を色いろいろ楽しめる、なんか色いろいろ楽しめる、ちょっと面白いね。ここをゴールドにしたり、ピンクとかさ、オレンジとか、まあパープル、ブルーとかグリーンでも楽しめるので、ぜひ挑戦していただければな。好きな色を挑戦してみてください皆さん。で、まあ前回のパープルの時はちょっとメイク方法を変えてのカットクリスだったので、まあノーマルな感じで、初めて動画をご覧いただく皆様もいらっしゃるので、こんな感じで仕上げてみました。で、つい最近リアーナがなんかASAPとゴーアートをしてる彼女のメイクアップがかなり目元がね、すごいカットクリスみたいにキラキラ光ってたので、今日もし最後にこのフェンキュービューティーのダイヤモンドなんとかなんちゃらっていうパウダーをつけて、ハイライトなんだけどアイシャドウにもなるので、お鼻にも口元にもつけてキラキラをいっぱいつけましたという感じでございます。ボスね、すごい髪の毛伸びたでしょ。でもなんかちょっと髪の毛はなんかもう秋冬に入っていくとね、伸ばそうかなと思ってみて、でもなんかもう色をね変えないと、なんかお風呂上がりだとさ、オールバックにしてると完璧もう金髪見えなくて、ただのさもう真っ黒髪なのよ。なのでちょっと遥かのところに早急に出直しに行かなきゃなというような、今日この頃でございますが、もう秋なので皆さんもう食欲の秋だったり、まあファッションもまた新しいのねなったりするので、楽しみがいっぱいだと思いますが、まあ季節の変わり目ってこと、なんかさもう涼しくなると本当もうめっきり秋かなと思えばさ、もう暑いよね。今日もめちゃめちゃ暑いんだけど、体調崩さず元気にお過ごしいただければなと思います。ってな感じで次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。